本トラタトラタはテレビ番組の影響で剣で戦うのはかっこいいなぁと憧れるようになりましたおじいちゃんの家の玄関に本物の剣が飾ってあることを知っていたトラタは おじいちゃんの家に遊びに行ったときにお願いしてしんを振らせてもらいましたおじいちゃんはトラタのことが大好きなのでトラタのお願いを聞いてあげました庭でトラタが剣を 振ると空気が裂け地面は割れトラタは伝説の剣の使い手だったということが分かりましたまだトラタは小さいのでこのことは誰にも内緒にして 大きくなったら旅に出ることになりそうですそれではまた明日バイバイ